Caliber。 よし、やっていこう、やっていこう。ソウルギャリバー実況アーケードモードで、ノーコンティニュークリア。今回はロックです。ロック、今しがたインフェルノに負けて再戦をしてるところです。全然クリアできないんですが、本当かなり方法の程でノーコンティニュー、あともうノーコンティニュー手前まで行った。インフェルノ戦でインフェルノをパーフェクトで1戦目破った後、ナイトメアの武器をね、その後2連敗した。誰に2連敗、どの形で2連敗したんだろう、どの形だったかな、え、誰だったかな、覚えてない、あんまり。あ、三剣と吉光、どっちもに負けたな。ちょっと疲労の色が濃い。このロックね、もうずっと使ってます。ずっと全然勝てなくて、ノーコンティに遠いな、このキャラクターは非常に遠いです。まあちょっと油断するとすぐこうダメージをもらうから、ね、まあ、2戦目にしてこんなに軽く負けちゃうわけですね。まあ、やっぱ一番の問題点はダメージソースが、ダメージソースになる武器があるのか。ただ、まあ、ダメージソースはあるんだけど、削れない。相手を削ることができない。いっぺんにこう、半分以上のダメージを与えたりとかできるんだけど、そういうのはあるんだけどって感じ。下段とかこんなゆっくりしたのしかないから、あ、うまいこと弾けた、弾け飛んだ。ただここと負けるね、2戦目でも全然負けるよ。勝ちは勝ち。まあ勝ちは勝ち。油断した相手が悪い。まあ、狙ってなかったとは言わないよ。狙ってました。ただあの状況を作ったわけではない。たまたまだ。まあ、あらゆる状況で貪欲に勝てるような方法は今まで身につけてきた。あまりに勝てなさすぎてロックで。と言われようとも勝てるようなそういうものを身につけてた。おい、分かる、実質勝ちでしょ、実質ちゃんと勝ったみたいなもんでしょ。うわ、やっぱりうまいね、やっぱりうまいね、うまいね、剣さばきうまいわ、こっちとは一味違う、こっちの斧さばきとは一味違う。いやー、フェイントだな、覚悟って言って溜めて強いのが来ると見せかけて下蹴りだし、バカしたか。よし、最小限の失点で抑えた。ウェイ、まあ、普通に勝ったな。まあステージ3だからか。ソンミナ勝てると思うのはソンミナだな。ソンミナには勝てる、正々堂々と行こう。勝てないから正々堂々と行こう。
ただまあ向こうも近距離は苦手としてるから、懐まで入れれば、あ、ダメだな、懐入ると向こうはあのすごいスピードで下段が来るから、こっちとは一味違うわ。そういう違いがあるな。よし、勝った。あら、まあ勝ちは勝ちです。勝ちは勝ちだ。うまいで潰すな。よし。よし。あえて逆から回してみたんだよ。下段。まあよし、まあよし、ステージ4まで行った。よし、先手取った、先を取った。わずい、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 わずい。いや、まあ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 、卑怯ではないから、卑怯ではないから、ちゃんと勝つための、勝つためのプロセスだから、あれは。なんか動きが鈍くなってるな。そこですぐに決めなくちゃ。勝ちパターンが見えてきたな。相手も警戒してる。いや、卑怯じゃないから、うん、ちゃんとこの 0.1秒を狙ってたから、うん、うんうん、そう言い聞かせよう。ああ、もらわれる。よし、じゃあらー。おお、おお、いや、いい戦い方でした。これはいい一戦。押していこう。せっかく相手がそういうプレーを望んでいるんだ。あら、あら、足つかまるやつはできないな。ここに来てその足をつかまるやつできないのは大きいよ。これができないのは。ジークリートが、ジークリート戦が変な色気を出さなければいいが、このリザードマンは非常に厄介。今まで勝ったのは一度だけ、その勝ったのも2回とも落として勝つという不名誉な勝ち方だった、まあ、不名誉と言っちゃいけんな、名誉の勝ち方だった。もう1点奪われたか、1点取られたみたいな感じだ。いやー、慎重だな向こうも。おい、よし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 、焦ってこい、焦ってこい、焦ってこい。待ってくれ。どうだ。おお、まあ勝ちは勝ちだから。
いやーきついきつい。これ一番長い攻撃こっちの。よし、まあこの射程もね、まあ別にこっちのリーチの長さもまああの、よし、リーチの長さもまあこっちの武器だから、決して卑怯なことをしてるわけではない。このリーチの長さに潜り込めないのが悪いわけだからね。もういけそうだな。2000連続でインフェルノ戦まで来た。これはだいぶ戦い方が身についてきたということではないか。行こう。さあインフェルノ、レッツゴーインフェルノ。見せてやるぜ、ここまで培ってきた恩差の念というものを。いやー失敗、そら下段来ますわっていう。うわいや卑怯じゃないから、本当に卑怯じゃないから、これはそういう戦い方だからそういうバトルだから、ちゃんとこう相撲で押し出しがね、ずるくはないでしょ。別にこれは卑怯じゃないから。うわ完全に、完全に負けてますね。下段怖いよ。うわまずい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 。そこでこれで捕まえたら勝ちちゃって、捕まえられんか。最後最後ソフィーティア、ソフィーティアかな、ソフィーティアっぽいな。一瞬勝ったかと思ってしまった。まあ勝ちは勝ちだからね、勝ちは勝ちだから、よし勝った、勝ちは勝ち。激闘の果てにロックはバングーを救出し、母なる荒野に帰った。バングは少しよろめきながらもロックの斧を高く掲げていった。心配しないでよロック、僕ならほら大丈夫さ。あれからどれくらい経っただろう。バングはたくましい少年に成長した。彼は大きな雲を見るたび思い出すあの時のロックの言葉を。お前もいつか旅に出るだろう、自分を、自分の魂を探す旅に。